みなさんこんばんは、夏目さんちのゲンです。サンタのスリに乗ってひな壇を運ぶ乙姫さやです。はい、ということで今回ですね、こちらでございます。なんだか誰でしょうか。せーの、熱々のチーズを投げうさぐでちー。さあ、ということで今回ですね、こちらです。はんぺん、いや、はんてんじゃないはい、はんてん、反対に転ずるはんてん。ということで今回やっていく企画はこちら。ディードディードネガポジはんてんお絵かき対決。うわまあ落ち着けて、ごめんね、なんか盛り上げちゃってまあ、てなわけでですね、ネガポジ反転って皆さんご存知でしょうか。こんなネガティブな私でもポジティブになれるの。そういうことです。逆ですけどね、今回の企画は。はい。写真においてネガフィルム、ポジフィルムっていう概念があるんですけど、はい、ネガフィルムっていうのは、うん、現像する前の写真のフィルムのことなんだけど、はい、ちょっと今の概念ではないんだよな。え、もう昔さ、なんかさ、これぐらいでなんかさ、ちっちゃい、そうなんですよね、普通でね、うん、そうバギャヤーンってこう出して、ね、バギャヤーンって出すとあったんです、そういうフィルムというものが。 うん、そこに映っている映像は色が反転しているんですよ。はい。デジタルやってる人だったらなんとなくわかるかもしれないんだけど。そうね。まあ一番わかりやすいのは、この間僕この動画、白200色でお絵かきってやつやったじゃないですか。うんうんうん、あれで、除外というレイヤーがあるんですけど、除外するとなんとびっくり、不思議なことにね。いや、すごいよね。どういうことってなるよね。黒が出てくるんですね。はい、ごめんなさいね、本当にこれは本当にね、ヘリクツなんですけど、黒が出てくるんですよね。あの時僕は白で描いたのに黒い線になってたと、はい、あれはレイヤーが色が反転するレイヤーを使ってたわけですよ、うん、つまりですね、皆さんはこちらの色ドーナツを見ていただいたら分かるんじゃないですか、うん、まあ、色ドーナツ、確かにこれを見たらこの真逆にあるところですよ、ね、色ドーナツって初めて聞いたあの赤は、うん、まあざっくりと青にで、緑色にしたら緑の反転ピンクだね、うん、はい、になるっていうね、こう元の色のこう逆になっている反転色っていう、はい、概念があるんですけども、それを反転しているネガの状態を俺たちは想像で描けるのかっていう企画でございます。例えばですよ、スマホって iPhone とかで横トリプルタップで、人によるんだと思うんだけど、うんうん、はい、うわ、これ今画面がピンってなったじゃないですか、はい、ショッキングな感じになった、はい、これが今ね、あの反転しているということなんですよ。うーん、だここだったらこれフィルマークスってアプリなんだけど、これ黄色じゃないですか、はい、うん、黒の反対は白、黄色の反対は青っていうのがあるので反転するとこうなる。うーん、でもよ、はい、微妙な間のニュアンスのカラーを正しく想像して逆で描いて、うん、さらにそれをパソコンに取り込んで、はい、反転させて正しい色で描けるのかという。さあ、ということでですね、まあ何をやるかは皆さんなんとなくは分かったと思うんだけど、うん、あの多分ね、実際に見てみないとよくわからないと思うので、うん、早速やっていこうと思います。これで思いますって言わなかったら思わないんじゃないかな。何を反転させようとして、 やらなくてもいいじゃないかな。意思反転でもそしたら反転しなきゃいけないから、やんなきゃいけない。やば、術式反転するわ。そういうことよはい、ということで1回戦目、はい、こちらスタッフからいただいているこのレベルカードですね、はい、あ、出た、レベルカード、お題を集めていたんですが、じゃあいきますか。まずレベル1、レベル 1？ そう、なんかレベル1は、はい、どうやら、うんうん、ほとんど一色とか、あ、そんなに色数が多くないキャラクターを選びましたということでした。お、キャラクターが、まあ、練習問題みたいな、うん、あ、じゃあみんながしてるようなキャラクターが入ってるってことですね、らしいです。じゃあいきます、いきます、せーの、ほげ、ほげっす、ほげ、ほげたらママに興奮しないでうちのホゲータね、はい、あのこちらのゲーム実況チャンネルの、はい、日本で上がっている我が家のホゲータは主人公のお母さんが好きという謎の設定がございます。よし、じゃあさやさん、はい、せーの、ドン。はい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 、いや、これはもう子供の頃からね、一緒に育ってきたスライムくんなので、ね、はい、だけど反対色のスライムくん見たことがございません。あるんじゃない。え、ある？僕はありますよ。嘘、反対の、ドラクエをやっていて、うん、スライム君の反対の色のスライム君を知らないと、はあ、え？っていう謎の煽りをしてしまったんだけど、怖いんだけど。じゃあ行きますか。はい、でも、はい、
結局これ色が反転するわけでしょ、うん、今ここに僕たちの反対の目から見たらここは真っ黒の紙ってことでしょ、これを今出したら真っ黒になっちゃう、真っ黒になっちゃうってことね、うん、ってことは周りを真っ黒く塗るかもしくは黒を塗った上に書くかしないとっていうやつだね。ややコピーじゃん、ややコピー、え、ちょっと待って、ややコピーなんだけど、え、待って、私、あ、分かった、ゲイさんが言った意味が分かっちゃった、うん、分かっちゃった、分かっちゃった、それ答えなんだよね、確かにそれ答えだねよしよし行くぜ、私はこの色がね今反対だと信じている。え、早くないの、あ、そうか、スライムだった、うん、できてた、そう、もう一色だから、え、合ってるよね、不安になってるね、大丈夫、え、待って待って、むずくない、え、ホゲータレベル1じゃなくない、全然レベル16ぐらいあるけど進化したし待って、ホゲータのここクリーム色でしょ、クリーム色、え、ゲイさんホゲータかも、うまっびっくりしたよ、ホゲータのここの色はクリーム色だから白でしょ、ほぼちょっとこのままでもいいのか、あ、違う、泣いてる泣いてる、どうかな、クリーム色かな、うるさいな、大丈夫かな、こういうことじゃない、そうだよね、いや私もさ、スライムのお口赤だからさ、おそらくお口の中はさ、こう緑色になるんじゃないかと思って、はいはい、でもキャンキャンの緑にすると多分キャンキャンの赤になっちゃうから、はいはい、だからちょっと薄い緑で描いてみたんですけど、これ完全に中になんか毒溜め込んでるんだけど、うん、なんかデトックスした方がいいと思うえ、ここにね、こう影を乗せたいんだけど、影を何色でやっていいのかわからない、影は、うん、え、だって逆じゃない、影ってさ、明るい色にしなきゃいけないでしょ、あ、そっか、そうだよ、もう影はもうダメで、後からはいけないよ、あ、まあそれかあのポスカとか、これもう手遅れティもう完全に手遅れ手遅れティなんだけど、待って、頭がはちゃめちゃになってきた、怖いねこれ、あっべー、ほらワクワクしてきたよ、なんで具合悪そう、そのホゲータどうした、ゴーストタイプでもそんなこんな露骨じゃないよ、うん、そんなことしてこないよ、さあということで、めちゃくちゃ時間かかった、考えながらしたら30分ぐらい経っちゃった、今難しい、てなわけでまずはレベル1ホゲータとスライム、せーの、ドン、ご覧ください、いやいやいや、スライムベスなんだよ、あ、そういうことだって今すぐ気づいちゃって、ねえ、反対の色だから、うん、あのベスって反対の色で作ってんだなと思って、ねえ、スライムは青だけどスライムベスはオレンジなんですけどね、そうそうそう、ちょっと強い、さやさんさ、うん、結構致命的なミスを見つけちゃったのに言っていい、え、何、うん、え、どこ、何、何がハイライト入ってんの、あ、ここ黒くね、ここ真っ黒になるし、ここ濃くなるよね、このハイライト、うん、なっちゃうね、え、うん、これブチスライムだし、あ、そうここ少しの下の方残して、はいはいはい、で上をちょっと重ね塗りして、うん、でなんかこう下がちょっと影になるようにしたんですけど、はいはい、うん、ここにはその発想があったのに、ね、ここにはこっちは急にツヤっとしたね、なんか我々の世界でと、いつなんかちょっと僕もわかんないんだけど怖いんだよ大丈夫このホゲータ誰か助けてあげてこの世界からちょっと心配になるこのホゲータ、心配になる、でもこの草の色やばいよもう正解見てみます、見ますか、ちょっとじゃあ怖い、じゃあゲイさんお願いします、はい、今回正解を見るためにこのカメラアプリで見ようかなと思うんですけど、はい、さあどうでしょうか、はい、はい、いきます、はい、せーの、おー、あ、すごい、できてんじゃない、ぽいぽいよね、え、やっぱりほらブチスライムになっちゃった、あー、ブチ化しそうになってる、すげー、あ、でもこれは大体できてるんじゃない、いいな、イエーイ、あ、素晴らしい、レベル1大成功、さやさん、やったー、そして問題のゲンさんですよ、レベル1じゃないでしょ、こいつ絶対やばいよ、ということであとはこちら、このやべえ世界に放り込まれたホゲータですよやべえホゲータ、はい、いきます、はい、せーの、違った、紫になっちゃった、あれ、全然思ってたんと色違いだな、色違いホゲータだ、これって緑じゃないんだ、明確な、ね、もっと濃い緑だったんじゃない、むず、後ろのこれだけ合ってた、これピンクになっちゃうんだね、え、待って、どれなの、これはこれだ、あ、その色なんだ、あ、どちらかというと青緑に近い、ちょっと持ってて、色で塗れば、え、こういうこと、でもこっからじゃもうその色にはならないか、綺麗なピンクになってるね、あれおかしいな、なんか思ってたのと全然違った、え、すげえシビア、え、しかもさ、考え方逆だったね、これね、同じことしてるじゃん、同じことしてる影の
のとこ暗くしてるわ。確かにぼんやりしてた。また思い込みやばい。思い込みっていうかやばいね、うん、いつものさ、うん、擦り込みがさすごい、そう濃いところの方が暗くなるみたいなさ、うん、イメージがついちゃってるからさ、いや面白い。これは面白い。ちょっとレベル1から不穏なんだけど、ね、めちゃめちゃ不穏。それちょっとじゃあこれを反省点というか、はい、今ちょっといろいろねヒントが出たので、いや僕らの成長は止まらないって言いたいよ、うん、次言いたいんだけど次レベル2なんだよ。怯えた、行ったそばから怯えた。ということでレベル2行っていきたいと思います、さあということで2回戦目、はい、レベル2でございます。てかなんかホゲータ本当レベル1だった。色数多かったもんね。ホゲータのレベル1感なかったんですけど、まあでもさっきのでねなんとなくは分かったので、はい、じゃあ次行きましょう。行きましょう。レベル 2行きます。せーのドン。歌っちゃあーにゃ。むずくない？え、待って、肌ミスったら終わり。確かに。まあ、とりあえずやってみましょう。はい、はい、じゃレベル2、アーニャと歌。アーニャなんだけど。それでは、はい、用意スタート。というわけで、ご覧ください。もうアーニャの原型ができました。早いね。待って、さっきさ、ゲンさんがさ、大いなる失敗でさ、闇のホゲータ作ってたけどさ、待って、アーニャの髪もピンクなんですよ。そういうことだよね。でもね、さっきさやさんがスライムの口で使ったこの緑が結構良さげだったので、はいはい、これをちょっと使おうと思います。お、あ、うたちゃんだ。なんだけど、はい、じゃあどうなるのかという話なんですよ、結局のところね。そうだよ、うん、今からそのうたちゃんに悲しい思いをさせるのか。やめろよ。あ、そっか、違うんだ。靴下が白だから黒に塗らなきゃいけないんだね。お、難しくなってきた。え、難しくなってきた。え、これ灰色になる場合どうなるの？薄灰色にしたいということは濃いめ灰色にすればいいよね。あー、まあ白黒の反転だからね。そういうことだよね。そういうことだね。あ、じゃあちょっと待って、これさ、さやさん、ひぎ持ってくるわ。ひぎ、ご覧ください、さやさん。白っぽい色鉛筆を持ってきました。はいはいはい、はい、これ結構あのいろんなところに乗ってくれる魔法の色鉛筆なので、これで薄灰色を作るという。あ、いいんじゃないですか、これ。もう枠通りだよ。え、すごいおっかないことさ思ってしまったんだけどさ、はい、このアーニャさ、うん、白目だとか真っ黒に塗らなきゃいけないんじゃないの？あ、そういうこと？そうなるよね。そうなりますよ。それでなくてももう怖いのに。あー、えー、怖いよ。怖っ。怖いよ。マジそれ。いやでもそうなんだろうなとは思うんだけど。絶対違くない？絶対違うよね。病んでる。本当に病んでる。本当かな。かけっちゃうるさい。何キャラだった今。さあということで、はい、2回戦目50分かかってないぐらいかな、わかんないけどそのぐらいです。はい、せーの、ドン。うおー、怖えー、マジ怖えー。いやマジでわからん、うん、いやなんかとりあえずでもそのキャラクターを描いてるっていうのは伝わるでしょ。あ、ね、一旦ね。じゃあさやさんのアーニャ。はい、怖い。さあどうなるんでしょうか。じゃあいきます。はい、はい、せーの、おー、おー、すごくない？ぽいぽいな。え、結構ぽくない？結構ぽい。あ、すごくない？ぽい。ちょっとなんか日焼けてない？ちょっと日焼けてる。ちょっと日焼けてる。アーニャちょっと南国行ってきて、ね、髪の毛もちょっと色素が、うん、ちょっとね。え、でもほぼいけてんじゃない？グレーはやっぱり中間だからグレーなんだね。グレーはグレーでいけるんだね、うん、いいじゃないですか、これは。え、やったー、おめでとうございます。いや、問題はこれよ。僕のこのうたちゃん、はい、いきますよ。果たして、はい、どうなるのか、いくんでしょうか。じゃあいきます。では源さんのうたちゃんは、せーの、え、あ、うん、すごい。あ、でも髪の毛だよ。波やん。波さんになっちゃった。これ波でしょ。波がうたのコスプレしてるんじゃなってる。ちょっと
あ、でも他はすごい、なんか意図は伝わるんだけどって感じ、うん、え、てかここはさ、ヘッドホンの色すごい綺麗だね。ヘッドホンは綺麗に出たね。うんうんうん、うん、やっぱり青の反転でいけたけど、ここの袖が全然違ったな。青じゃないんだよね。なんでだろう。あ、それオレンジになるんだね。俺オレンジになっちゃうのか。てかさっきあれじゃん、俺ホゲータで学んだじゃん俺ホゲータの色だったじゃん。あ、確かに。いや面白い。いや面白い。いやでもさ、さっきのさ、スライムとホゲータからはちょっと成長したんじゃないですか、うん、多少は、うん、ちょっと分かってきたルールが、うん、俺たちの勝負はここからですよ、はい。次3回戦目、はい、やっていきたいと思います。やっていこうと思います。いよいよ3回戦目でございます。今まではちょっといろんなね、既存のキャラで、うん、はい、書かせていただいてたんですが、3回戦目はオリキャラを書けという、おー、指定でございます。まあだからオリキャラであれば、うんうん、一見楽に見える。いやそうよ、僕この子の髪の毛が緑色だろうがね。いや、そうそうそう、いやそれはそういうことだから、狙い通りですけどそうそうっていうことができないように、はい、わー、うん、はい、こちら用意していただきました。今回職業と属性でございます、はい、わー、はい、ということでじゃあまずは引いていきましょう。はい、属性いきましょうか。じゃあ、はい、いきます。せーの、闇？闇？ダークネスタイプ？ダークネスタイプ？待って、超ホワイトにしなきゃいけないってこと？え、そう、超ホワイティーちゃんだよ。ダークっぽくするなら、うん、え、なんかすごいね。それはそれでエモいね。それ。じゃあ、サイさん属性いきますね。じゃあ属性いきますか？せーの、ドン。あ、炎。炎ね。うわ、でもさっきからな、赤を出すのに苦労してるからな。いや、そう、赤ってどう出すんだろうっていうのでね、苦労してきてるんで。いや、そうそう。え、じゃあ問題の職業ですね。職業ですか。私、炎の何になっちゃうんだろう。いっちゃいますよ。はい。せーの、ドン。炎の火災部あれじゃんね、この間の真島先生とやった動画の灼熱のお母さんと似た組み合わせになってる。確かに、はいはいはい、炎の家政婦でございます。そして僕はせーの、闇の侍。闇の侍かっこよ。落ち武者やん、うん、そっちか。落ち武者の落ちの字がさ、打天使の方の、はいはいはい、落ち武者、ね、かっこよかっこよ。あ、ということで、はい、闇の侍と炎の家政婦反転で書いていきたいと思います。うわ、はい、じゃあ行きましょうか。はい、行きましょう。闇の侍ってなんだろう。いや、みんな知らないと思う知ってる人多分日本にあんまりいないと思う、今の日本で。これは数々のお屋敷にお勤めに行くが、数々のお屋敷を消し積みにしてきた名人。最低じゃねえかまあね、仕事はいつだって危険と隣り合わせですからねそいつが危険じゃん、うん、なんかちょっとドジッコちゃんにしよう、うん、やだな、ドジッコちゃんで燃やされちゃうの。ドジすぎるだろ。私たらまたやっちゃった。許されるレベルじゃねえから。闇ですごいさ、うん、あれなんか思い出したんだ。思い出したというかさ、ネットフリックスで、うんうん、ウェンズデーっていうドラマを、ね、最近見切りまして。あれ面白かったよね。まあ、あの子も闇じゃない。すごく。病んでるんじゃないんだよね。闇なんだよね。そう、闇なの。あの子自体が闇みたいな。いや、そう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 。可愛いんだこれが。めちゃめちゃ可愛い。実家のお母さんに。最近ウェンズデーというドラマがめちゃめちゃ面白くてさって言ったら、うん、それ3日前に見終わったよって言われて、なんかすごい負けた気持ちになったねもう見終わってんのってケイさん本当にハマってたもんね、ウェンズデーね。すごい、あんまり僕さ、なかなかないのよ、キャラにズドンとハマることって。あ、そう、ケイさんあんまキャラ萌え派じゃないからね。おいでよキャラ萌えの森ってあんなに言ってんだね。まあ来ちゃったのよ。いや可愛かったもんだって、ウェンズデー。マジでウェンズデーが可愛くて、うん、すごい微妙なバランスで成り立ってるキャラだよね。すんごい嫌なやつなんだよ、うん、結構なんかこう人の行為を結構すぐに無限にするというか、うん、そうなのにあんなに可愛いのはね、すごいとんでもないバランスですよあれは、うん、ゲイさん憧れてて三つ編みやるってさ、言ってないよ。2023年のゲイさん多分三つ編みです。三つ編みなんだまず伸ばさなきゃいけないそうそう、行っちゃう、もう行っちゃいます。カラパ、もしかしてカラパーです。え、マジで想像つかない。待って待って、どうしたらいいんだ。白髪にしたいなら黒にしなきゃいけないんだけど、白髪にしたいんだったら全部髪の毛黒にしなきゃいけない。そういうことだよね。ちょっと今回勇気を出して顔からいきます。さあ、ということで、もうゴリゴリと不安を抱えながらも思い切ってやってますが、はい、ね、思い切りすぎて、もう、はい、ゲーさんが描いてる子もう顔色が悪いっていうレベルじゃないけどねもうなんかもうさもうこれだよね、これが闇の侍だよね、うん、いやもう本当にすでに、うん、いやもうやっぱね、はい、オリジナルキャラクターだからさ、まず、はいはいはい、なんていうの、正しい色を考えるところから始まるところだよね。そう、そう、で、僕はこのね、ポスカのこの色赤になるということをね知っているなのでちょっと血っぽくなってる。いや、経験をね積んでますから
のだって我々は母震えてるよ声がいやーさやの方もすごいな、ね、真っ青になってきたね。もう悪魔だよ、うん、今ちょっとうたちゃんで確認しましたね、うん、どんな色だったっけ。あそうそうそう何回かねあの今までの、ね、自分たちの経験を振り返ってね、はい、震えながら絵を描いてる、うん、ちゃんと経験生かさなきゃね、うん、そう、うん、でこの周りを塗るのが一番大変だったんだけど白を作るね。そう白を作る白を作るのが大変なんですよ。うんて思ったよりねなんか僕らのそばに白はいてくれたんだなって ね、 いや本当に本当に思った、うん、で僕もうねアクリリックインクでつけペンでもうペン入れしてる、うん、白をそうこれはね皆さん黒になりますからね。そうなんですよあの後日後日ねはい、はい、さあということで完成に向かって描いておりますがさやさんのメイドちゃんは本当に炎をまとうことができるんでしょうか。さあということで3回戦目はオリキャラ、はい僕は闇の侍せいさんは炎の家政婦ならぬメイドさんです。はいせーのどんもう不安でしかない。こんなに不安な1時間を過ごしたこともない。わかんないもん自分が何を生み出してるのか、うん、てかなんなら今のが一番闇じゃないかとそれは思う。でもさもうこの画面で完成してる風に見えるってことは何にしても綺麗なんじゃないかな、何かしらにはなるのかな。うんさやのもそんな感じするんだよな。なんか青いんだなんかいわゆるマジの写真のネガっぽい。ちょっと一旦まずは戻しますか。はいはい現像してみましょうか。現像してみましょう、はい、果たしてさあどうなるのか。じゃあいきます。はいさやのメイドちゃんどうなるか、せーの。おお！え、すごくない？あ、ぽい。ぽくない？ぽいぽい。炎のメイドさんと言われて納得する。やったー！結構かわいい。よくない？いいね。スカートの柄がすごい綺麗に出たの嬉しいな。さやさんでもこれは成功じゃないですか？割り出し成功じゃないですか？やったー！大成功。すごーい！嬉しい。あら。じゃあ次お次ゲイさん。はい闇の侍、女侍です一応。はいじゃあいきます。僕の闇の侍どうなったかいきましょう、はい、せーの。おーおーえすごいめっちゃかっこいい。 え大成功じゃないこれ。え超大成功じゃん。えこれ闇の侍だよね。えすっごいかっこいい。狙った通りになった。すごい。えこれはもうちょっとドキッとした今。えしかもちゃんと炎やっぱりさ赤いちゃんとした炎を描けば青い炎になるんだね。しかもなんか、ねうん、この青さが怖い。しかも結構顔色悪くできたんじゃない。すっごい悪いね、うん、よかった。すごーい。っていうわけで、いやーすごかった。今ね見てみたらはいなんかできたどうにかなりましたね。どうにかなった。いやでもゲンさんの本当すごい、はい、でもね僕のやつは結構ね、うん、ずるいというかあの色をスポットでしか使ってないから。あーそう逆にピンポイントそこだけ合ってれば、うんうん、それっぽく見える配色にしたの、うん、赤白黒だけを絶対に抑えるみたいな考えでやったので。これは楽しい。いや面白かった。いやこれは面白かった。でちょっと今日描いたやつ並べてみますか。確かにな。まあはい、今日こんな感じで描いてきましたがなんか不安になるなずっと。ねえ人んち行ってこの絵だけいっぱい大量生産してる人がいたらちょっと、うん、すごいびっくりしたよねもうね。うわーってな。いやでもなんかこの画面を通して完成するっていうこの感じは。いやでもねこれは面白いよね、うん、感動する、うん、なんかこればっかは並んでるさ作品展とかちょっと見てみたい、うん、いや見てみたい。全部絵でねねこうなんかこう専用の機械とかこう持ってね、うん、こう回る個展みたいなのも面白いかも。いやいいわそんなわけでした。はいごめんなさい Android の方はちょっとわからないけど iPhone はあのそのトリプルタップで色反転っていうのがあ初期設定じゃないかもしれないけど、うんうんうんはい、あると思うのでぜひねこういう風にやってみて色の不思議を体験できるんじゃないかなとね。本当に、うん、はい、はいまあ、てなわけでこれ今多分あれですよ、まあ、iPhone でご覧の方はカチカチっと反転していただくともしかしたら今正しい色の絵とそして僕たちのすごい具合悪そうな手が見えるはずです。もしくは今映像の方ではい今映像編集で変わりましたね。かっこいい、はい、判定しました、はい、いやー面白い。いやこれは楽しい。えちょっとこれはやってみてほしいな、はい、ね、うん、すごい不安なお絵かきを楽しんでみてほしい、うん、なんかあんまりなんか続けるとなんか精神疲れそうなんだけどあとこの後普通の絵を描くときにちょっと何か支障がありそう。あ確かに。あれいいんだっけこれ絶対概念が覆っちゃうからさということで皆さんぜひやってみてください。はいメガポジ判定